おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日の全国の天気をお伝えします。今日は広いエリアで傘の出番となります。西日本では強まる雨や風に注意をしてください。それではアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。今日の全国のお天気です。沖縄は晴れたり曇ったりのお天気です。西日本は今日は一日本降りの雨、一時的に強まる雨や雷雨に注意をしてください。特に日本海側の沿岸では午後は強まる風にも注意が必要です。交通機関に影響が出る恐れもあります。そして今日は中部エリアも次第に本降りの雨となりますので傘が必須です。関東エリアでも夜はにわか雨の可能性がありますので、お出かけの際は念のため折りたたみ傘をお持ちください。そして北日本は今日はお天気下り坂、日差しが届いてもだんだんと雲が厚くなります。そして日本海側ほど夜は雨の降りやすいお天気となりますので、北日本の皆さんも折りたたみ傘があると安心ですね。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。